かつて世界の中心にマナを生む大樹があった。しかし争いで木は枯れ、代わりに勇者の命がマナになった。それを嘆いた女神は天へ消えた。この時女神は天使を遣わした。私が眠れば世界は滅ぶ。私を目覚めさせよ。天使は巫女を生み、巫女は天へ続く塔を目指す。これが世界再生の始まりである。起きなさい、ロイド・アーヴィング。ロイド。一
て。立ったまま眠れるなんて器用ね。あ、リフィル先生、授業終わったのか。もういいわ。じゃあ今の答えを、ジーニアス、あなたが答えて。はい、姉さん。古代大戦は勇者ミトスによって聖地カーラーンで停戦されました。よろしい。その後、勇者ミトスは女神マーテルとの契約によって戦乱の原因であるディザイアンを封印しました。でもディザイアンたちは復活して俺たちを苦しめてるじゃないか。前に授業でやったでしょ。封印が弱まるとディザイアンが復活するのよ。ちょうど今のようにね。あ、分かってるよ。忘れてただけで。今日は予言の日です。マナの巫女がマーテル様の神託を受ける重要な日よ。マナの巫女がマーテル様の神託を受ける重要な日よ。では、巫女コレット。はい。世界再生の旅について答えて。ディザイアンを封印する旅のことです。女神マーテルの試練をこなすと、世界を守る精霊が復活し、マナも復活します。そう、さすがはミコね。現在の食料不足や日照りはマナの枯渇が原因です。現在の食料不足や日照りはマナの枯渇が原因です。これはディザイアンが人間牧場でマナを大量に消費しているからだと言われているわね。ミコの旅はマナを復活させ、ディザイアンを消滅させる旅と言えるわ。では、次の問題は。なんだ?これは。静かに。どうやら神託が下るようね。私は聖堂の様子を見てきます。みんなは教室で自習していること、よろしい。先生、私も一緒に。いいえ、コレット、神託なら祭司の方々がこちらまでいらっしゃるはず。あなたもここで待っているように。
姉さんに叱られないかな。大丈夫だよ。先生が戻ってくる前に教室に戻ればいいんだから。でもリフィル先生も聖堂へ向かったんだよね。ばったり会っちゃったりして大丈夫だよ多分。
なあコレット、聖域の中ってどうなってんだ。僕らは中に入ったことないから、なんだかドキドキするよ。ね、ちょっと暗くって、お日様の光はあまり入ってなくって、なんか僕のイメージとは違うのかも。でもね、私も奥の方には行ったことないの。早く入ってみてえな。ロイド、最初はいつもやる気満々だよね。悪かったな。巫女はどこだ。コレット、逃げるのじゃ。ボータ様、あれが巫女のようです。よし、巫女よ、命。デザイアンなんかにやらせるかよ。デザイアンか。何がおかしいんだよ。ではその憎いデザイアンに殺されるがいい。かかれ。頑張ろうね。
決まり、ダイヤモン、あたたいで。構造、我らが崇高なる目的を邪魔だ。強いよ。強い。俺じゃかなわないのか。あんたは。下がっていろ。まさか貴様が現れるとはな。一時撤退するぞ。すごい、めちゃめちゃ強いよ、あのおじさん。そうだな。無事か。無事のようだな。あれは、エクスフィア。巫女を救っていただき、お礼の言葉もありませぬ。なるほど、この少女が今回の巫女なのだ。そうだ、信託を受けないと。おばあ様、私はこれから試練を受けてまいります。試練って何だ？魔物の言葉だ。聖堂の中から邪悪な気配がする。その通りじゃ。巫女は天からの審判を受ける。しかし護衛につくはずの祭司たちはディザイアの襲撃で倒れてしまったのじゃ。それなら俺がコレットの護衛を引き受けるよ。ロイドか、お前では心もとないの。お前はロイドというのか。そうだけど、人の名前を尋ねる前にまず自分も名乗ったらどうだ。私はクラトス、傭兵だ。金さえ用意してもらえるなら巫女の護衛を引き受けよう。銭払は変えられんな。お願いしよう。契約成立だな。待てよ、俺も行く。
ロイド、お前は足手まといだ。おとなしくここで待っていろ。何だと？聞こえなかったか？足手まといだ。帰れ。傭兵さん、ロイドも連れて行ってくれませんか？しかし、お願いです。私、ロイドがいないと不安です。勝手にしろ。行くぞ、ジーニアス。僕も行くの？当たり前だろ。子供の遠足ではないのだがな。コレット、ありがとな。だって本当のことだもん。Thank you.
レイトラスト。
と思って舐めないでよ。みんな大丈夫か？ああ、まったく。なんで聖堂にこんなにたくさんモンスターがいるわけ？これは巫女に与えられた試練だ。お前たちもそれを承知の上で巫女についてきたのではないのか？わかってるよ、そんなこと。ごめんね、私のせいで。いいっていいって、世界の平和のためだったら喜んで協力するぜ。ドワーフの誓い第一番だね。それは言うなっつーの。
気に行くぞ。よーし、よ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 ドワーフの誓い第7番、正義と愛は必ず勝つ。それ嫌いなんだってばよ。ここが最上階のようだな。はい、あれが祭壇です。じゃあ、あそこで光ってるのがクリシスの奇跡か。そうだよ、私、あれを握って生まれてきたんだって。あ、見て、光が。あれが天使だろう。じゃあ、まさかあの人がコレットの本当のお父さん？我が名はレミエル。マナの血族の娘コレットを新たな。世界の中心で眠るマーテル様を目覚めさせる時が来た。女神マーテル様を。姉さんが話してた伝説の通りだよ。今この時よりコレットは再生の巫女となる。我々クルシスはこれを祝福し、シルバラントに救いの塔を与えよう。あれが救いの塔か。
世界は救われるんだね。再生の巫女コレットよ、救いの塔を守る封印を解き、彼の地に刻まれた天の膝橋を登れ。巫女は確かにその任を受けたまわりました。よろしい。我らクルシスはそなたが封印を解放するごとに天使の力を与えよう。そなたが天使として生まれ変わったとき、このすさんだ世界は再生される。ありがとうございます。必ず世界を再生いたします。まずはここより南の方角にある火の封印を目指すがいい。彼の地の祭壇で祈りを捧げよう。はい、レミエル様。レミエル様、レミエル様に伺いたいことがあります。レミエル様は本当に私のお父さん。まずは火の封印だ。よいな、我が最愛の娘コレットよ。お父様、やはりレミエル様が私の本当のお父様なのですね。次の封印でまた会おう、我が娘よ。翼が生えてるんだな。うん、マーテル教の教典と同じだね。でもよ、服を着たり脱いだりするのめんどくせえよな。え、あ、そういえばそうだけど、洋服にさ、翼を通す穴も開けなきゃいけないし。っていうかロイド、そんなこと気にしてたの？だって気になるだろ、寝る時だって邪魔だろうし。天使って案外不便なのかな。そうだね。
したの？ソーサラーリング返してくるの忘れちゃったよ。だったらファイドラさんに返しておけばいいじゃない。なあ、ダメ。苦労して手に入れたんだぜ。しばらく使わせてもらっても罰は当たらないって。なあ、しょうがないな。悪いことには使わないでよね。戦いおいで。